ズーテルメールはオランダ西部の南ホラント州に位置する都市。基礎自治体としての面積は 37.06 平方キロで、うち 2.15 平方キロが水域である。1960年後半までは小さな村に過ぎず、1950年の人口は 6,392 人を数えるのみだった。しかし、ハーグのベッドタウンとして開発が進み、2010年1月1日時点では 121,580 人と、ロッテルダム、ハーグに次ぐ、州内第3の都市にまで成長した。ハーグランデン大都市圏の一翼をなす。オランダ語で、澄んだ湖を意味する地名は、町の北方にある淡水湖を指したが、1614年に埋め立てられた。10世紀、ズーテルメールは、百姓の暮らす、のどかな村であった。13世紀になって市街が形成されたが、これが、今のドルプスストラートである。17世紀までは、ズーテルメール湖があった。現在、町の北外れにある、ノールトアー湖は、宅地造成事業にかかる建築資材として数十トンもの土砂が採掘された後にできた人造湖である。市街は1935年までズーテルメールとゼフボルトの2村に分かれていた。今でも郊外にはセフベルトという地名が見える。旧市街の通り1868年前後に鉄道が延伸してから町は発展を見せ始めた。数十年後にはヌミコが駅近くに工場を創業させた。ハーグのベッドタウンと化した1960年代から発展は本格化、旧市街を取り囲むように新市街が造営された。現在、ズーテルメールはモダンな様相を呈しているが、昔ながらの情緒も残る。旧市街では中世後期の15世紀に築かれた都系統を中心に小さな家々が軒を連ねる。旧市街と新市街はドッペ湖が隔てており、湖の一方では中世の雰囲気を醸す街並みが、その対岸では近代的な高層ビル群が眺められる。市は下記の10地区からなり、それぞれショッピングモールとトラムの停留所が最低一つある。括弧の数は区制年を示す。航空写真、シーメンスのズーテルメール工場にある。風力発電機近代的なインフラを有し、情報通信技術教育にも力を入れていることから、ICT の街と言われる。シーメンスや東芝が工場を構え、ICT 関連の労働者は総人口の2割に達する。ICT としてのステータスをアピールするため、世界で初めてセカンドライフに市役所を開いた。ズーテルメール市内線は国内で唯一の都市鉄道であったが、近年ライトレールに生まれ変わった。これは、ハーグとロッテルダム、それにズーテルメールとを結ぶ、ランドスタッド鉄道網の一部で、市内に12の駅を持ち、ハーグ中央駅との往復便もある。近年は、新興住宅地オーステルヘームに至るオーステルヘーム、線が開通し、市内のライトレールの駅は13駅になった。オーステルヘーム線は3駅を有するが、将来的にはブレースベイク、ベルケル経由でロッテルダムまで延伸される予定である。在来線では、ハーグとユトレヒトを結ぶ路線が通り、ズーテルメールとズーテルメールオーストの2駅がある。後者は1868年の開業当時には、ズーテルメールゼフバールト駅があったが、1906年に消失した。パリとアムステルダムを結ぶオランダ南高速線が市の東部を通過するが、駅は設けられていない。ハーグ、ユトレヒト、さらにはアーネムやドイツに通ずる A12 高速道が通る。旧市街に国内唯一のモルモン教の教会がある。かつてはハーグのニュータウンとして、職場のみならず、ショッピングや娯楽をもハーグに依存していた。その後、ズーテルメールが発展するにつれて、大劇場、映画館、ゴーカート、レーザーゲーム場、サバイバルゲームセンター、ゴルフ場といったエンターテインメント施設がオープンし、国内初の大規模、ディスコ、ロコモーションも開業した。屋内スキー場スノーワールドは1996年にオープンした欧州初の屋内天然雪スキー場である。現在ある3つのコースのうち、最長のものは200メートルだが、500メートルのコースを新設する計画もある。毎年100万人の観光客を引きつける市内観光の目玉である。ダッチウォータードリームズは人工のワイルドウォーターラフティングサーキットで北京オリンピックのコースを模して作られた。主にヨーロッパ勢の強化合宿やレクリエーションに利用されている。屋内ウェーブボーディングセンターも併設。屋内スケート場とコンベンションセンターからなるシルバードームは、かつて強豪のブルガリア独立労働組合連盟がトレーニングセンターとしていた。オフシーズンにはコンベンションセンターとレイブパーティーも開かれるコンサートホールとしての役割が主になる。市では現在屋内潜水施設の建設が計画されている。プールは直径70メートル、水深30メートルの世界最大規模で広がる砂浜の下にはサンゴ礁。水中洞窟まで再現される予定。1万種の熱帯魚が放流される可能性もある。市内には多くの公園がある。最も広いのは西部のベスター公園でニューヨークのセントラルパークほどの面積がある。他にはボイテン公園、アルドファンアイク公園、ビンネン公園、ファントイル公園、フークストラ公園、ビルヘルミーナ公園、フロリアーデ公園、セフベルト公園などが挙げられる。北部には人造湖のズーテルメールセ湖があり、ノールトアーレクリエーション地域に指定されている。湖岸の片側は浜に、もう片側はマリーナになっていて、ウィンドサーフィン、カイトサーフィン、セーリング、釣りなどで賑わう。ありがとうございます。